コンコンガチャ、どうも、カナペです。カナイズピーです。はい、今日は大阪からちょっとカナペ一人でお届けさせていただこうかなと思います。今ね、妊娠19週目で妊娠中期なんですけど、妊娠中にちょっとコロナにかかってしまいまして、まあ、そのことについてご報告と病院に行って相談とかしていろいろ聞けたので、もしね、同じように妊婦さんでコロナになった方で不安になっている方とかも、何かねちょっとでも情報をお届けできたらなと思って、今日は撮らせていただこうと思います。はい、簡単に自己紹介させていただくと、大阪から去年結婚して福岡に嫁ぎまして、佐賀出身のね、佐賀弁バリバリの旦那と大阪弁バリバリの私で、方言夫婦として YouTube 活動をしております。10月に妊娠しまして、現在は妊娠19週目に、なります。週間前に仕事で大阪に帰ってきたんですけど、なので妊娠18週目の時ですね、もう安定期入ってやっと安定したという時に大阪に帰ってきたんですけど、そのタイミングでまさかの家族がコロナになっちゃって、で、まあ、見事に移りましてコロナにかかってしまいました。コロナの症状としては、最初にイガイガと微熱からスタートして、もう次の日には8度5分ぐらいまで上がって、で、多分熱のせいだと思うんですけど、全身なんか針刺すように、もう体中が痛くて、頭もめちゃくちゃ痛くて、次の日はもう喉が痛すぎて唾飲み込めないみたいな。熱はね、その8度5以上上がらなくて、結構そっから7度台に下がってっていう感じだったんですけど、そっからね、風邪ひいたんかなっていう、なんか鼻がめっちゃ詰まって、今も鼻声なんですけどそんな感じで3日ぐらいしんどかったんですけど、そこから、落ち着いていきました。で、まあ、家族がコロナやったんで、自分もコロナやるなっていうことで、最初病院に行ってなかったんですね。っていうのは、まあ、妊婦さんって薬行ったとおて、行ってコロナって分かっても薬飲めないなと思ってたんで、行っても無駄かなと思ってたんですよ。でも、まあ、一応病院に電話して相談したら、妊婦さんは絶対受診してほしいみたいな感じやって、妊婦さんってその赤ちゃんにどうのっていうか、なんか調べたら結構重症化しやすかったりあるみたいで、まあ、何かあった時にやっぱすぐに対応できるように病院に行って、で、病院に行ったら妊婦さんと65歳以上の方は病院の方でなんか保健所に登録してくれるみたいなんですよ。コロナですみたいな。で、それもするから来てほしいっていうのをまあ言われて、まあ、確かになんかあったら怖いし、まあ、なんか自分は熱出たりしてもあれなんですけど、やっぱり本当にお腹の赤ちゃんが心配で、お腹の赤ちゃんのために、まあ病院に行きました。コロナになった時はとにかくお腹の赤ちゃんが心配で、なんか菌がね、変に入ったりとか影響出たりとか、もし赤ちゃんに何かあったらどうしようっていうので、もう不安すぎてめっちゃもう泣きました。もうメンタル、もうしんどさっていうよりそっちの不安がすごくて、めっちゃ泣いて、泣きすぎて、ね、吐いたんですけど気持ちです。もう熱で気持ち悪いとかあったんですけど、もうつわり再来ぐらいめっちゃしんどくて、泣くし吐くしみたいな、もうね、大変でしたで、まあ、病院に行きまして、やっぱりコロナ陽性だったんですけど、で、先生にその相談、薬の相談とかしたら、まあ、カロナールっていうのを妊婦さんでも飲めるみたいなんですけど、やっぱりリスクがあるって言われました。飲めるけど絶対安心じゃないみたいな、その飲んだら体を通じて絶対赤ちゃんの元には行ってしまうので、なんかそんなにひどくないんだったら飲まなくていいと思いますって言われたんですね。さすがにやっぱ例えば39度とか40度とかなって高熱が続くと赤ちゃんに絶対良くないので、そうなった場合は飲んだ方がいいと思うんですけど、私の場合はもう8度以上出なかったので、じゃあ、飲むのやめときますって言って、もう薬をもらわなかったんですね。で、もう自力で寝てご飯食べて治しました重症化せずに、ちょっと後遺症っていうか、その咳とかもあるんですけど、それ以外は大丈夫でした。で、そのほんまに心配なのが赤ちゃんの影響ですね。で、それが不安すぎてコロナ治ってからすぐに産婦人科に受診しに行きました。キャちゃん無事かなって怖かったので、
って、まあ、産婦人科行ったんですけど、まあ、そのお腹のエコーで見てもらった結果、無事に元気に育っておりました。妊娠中ってメンタルがね、本当にこうホルモンの関係でこうなるのか、いつものことではあるんですが、こうなるんで死んじゃってたらどうしようみたいなぐらい本当不安で仕方なかったんですけど、やっぱ命って強いですね、本当に。で元気に育ってて大丈夫でした。で産婦人科の先生に聞いたら、コロナがその赤ちゃんに影響出るっていう報告は今のところないですよって。で結構今このご時世、妊婦さんもコロナになってる方多いんですけど、そのみんな無事に出産されてるんで大丈夫だと思いますっていうのを言ってくださって、めっちゃ安心しました。友達経験談教えてもらったんですけど、結構その妊娠後期でコロナなっちゃったとかいう方も、超初期でコロナになったっていう子もいたんですけど、みんな無事に出産してて、なんか調べたらね、妊娠後期の時にコロナになったら帝王切開になるかもしれないっていう、その処置の仕方とかあったんですけど、まあ、友達はその帝王切開とかもギリならずにちゃんと元気に産めたよっていうのも教えてくれたんで、コロナになったからって何かあったっていうのは今のところ聞いたことないので大丈夫かなって思います。すごい安心しました。もちろん 100% とはまあ限らないと思うし、何があるかわからないんですけど、一応、そうみたいです。なのでそこは私ももう安心して、まあ、ここからね、まだまだコロナの別の方とかインフルとかいろいろあると思うけど、そっちにかからないようにもっともっと気をつけていこうって思いました。なので皆さんも本当に妊娠とか関係なくすごい流行っているので、気をつけてください。ほんまにしんどかったです。そんな感じでコロナになったのもあって、そのまま大阪で今療養してまして、また来週仕事で大阪帰らなあかんかったから、ちょっとねそのコロナで寝たきりやって体力落ちたのもあるし、ちょっといろいろ怖いなっていうところもあって、しばらくちょっと大阪にいることにしました。なのでね、ほんと約1ヶ月ぐらいふみくんと離れ離れになっちゃうっていう、ふみくんにはとっても申し訳ないんだが、でもふみくんが土日にね大阪に会いに来てくれることになったんで、楽しみに待っておきたいなと思います。大阪での仕事が終わって福岡に帰ったら、しばらくはずっと福岡にいるので、またふみくんと仲良く頑張りたいし、その様子もお届けできたらなと思っております。はい。SNS にもね、高熱出たとか書いちゃってちょっと心配かけてしまったところもあるんですけど、ご心配おかけしてすいません。お疲れ、元気になりました。なんかほんと心配かけてばっかりで、あかんな。しかも私厄年なんですよね、今年厄年に出産、怖いけど厄払いかな。まあもう自分一人の体じゃないんで、大事にしていこうかなと思います。こんな感じで、はい、大丈夫でしたっていう報告でした。はい。じゃあ、ほなねー。かわいいまい。はーい、ありがとう。もしなんか質問とか経験談があったら、コメント欄に書いてください。同じく妊娠している方、一緒に頑張りましょう。バイバーイ。